はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、以前ですね、量子コンピューターの世界マップを作ってるっていう人がいるって言ったんですけど、なんかどうやらですね作り込んで、そのいろんな意見をですね統合した挙句作り込んで最終版を出してきたということで、最終版すごいです最終版面白いですね。なんでちょっとそれを紹介したいと思います。で、これ見ますよね。で、これですね、どこの人なんですかね。ちょっと場所はわかんないですけど、どっかの国の人ですね。よろしくお願いします。以前はちょっと、いろいろ偏りがあるマップだったんで、いろんな人の意見が結構入ったらしくて、書き換えて、すごいですね。で、これ見るとやっぱアメリカ大陸とんでもないですね。これ量子コンピュータ業界の企業で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23、ヨーロッパとアジア大陸で23、アメリカ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24 ですね。カナダとアメリカで24なってアメリカとカナダで24社で、それ以外で23社なので全世界合わせてですね、二分されてる感じですかね。そのうちカナダが268、結構少ないですね、カナダね。前もうちょっと多かった気がするんですけど、ここ確かに見ると強者揃いですね。これ結構ちょっと面白いんで、ちょっと見てみましょうか。まずカナダがですね、ワンキュービット、ちょっと場所がちょっと微妙です。これ、場所と対応してないんで、あれになったんですけど、まずですね、バンクーバーのワンキュービットですね。あとトロントのザナドゥが入っていて、バンクーバー、バーナビーの DA ですね。あとはコンタンベンチマークとプロテインキュア、ソフトウェア Q、エボリューション Q ですね。ソフトウェア Q ってあんま聞かないんですけど、最近ちょっと伸びてるみたいで、うちもちょっと商談が入ってるんで、ちょっとやってみたいと思うんですけど、ザパタって多分アメリカだと思うんですけど、ちょっと面白いですね。なんで、こう見るとカナダで強いところって多分ワンキュービット、プロテインキュア、ザナドゥ、そして DM ですね。なんで、1、2、3、確かに強い。めちゃくちゃ強いです、ね。アメリカはですね、イーロ Q、ブレキシモ、リゲッティ、グーグル、IBM、キューシウェア、ハネウェル、コールドコンタ、プサイコンタム、アイオン Q、エントロピカ、アマゾン、ストレンジワークス、マイクロソフト、インテル、QE だ。と、あとザパタですかね。ただソフトウェアちょっと弱いですね。コミット。ほとんどハードウェア、アメリカがめちゃくちゃ強いのはハードウェアだって、ソフトウェアメーカーって考えると、ソフトウェア企業はほとんどないですね。ソフトウェアめちゃくちゃ弱いです。なんでなんですかね。弱いっていうか、多分あんま重要視されてないんでしょうね。そういった戦略なんですかね。だからうちみたいな弱小が世界でやっていけるんだと思うんですけど、珍しいですね。イギリスはですね、コンタムモーション、フェーズクラフト、CQC、ラーコ、リバーレーン、OQC のオルカですね。聞いたことないところもありますけど、順調にですね、CQC、ラーコ、リバーレーンあたりはよく聞くんで、最近コンタムモーションも聞きますけどね。いいですね。スペインは、キリマンジャロとマルチバースですね。結構時々聞きます。フランスのパスカルとアリス・ワンド・ゴブ。で、オーストリアが AQT、パリティ QC。やっぱハードウェア、ヨーロッパもイギリスがソフトウェアが多くて、その他がハードウェアが多いですね。なんで、ヨーロッパの、フランス、スペイン、オーストリアあたりは、オランダもそうです。オランダはちょっと珍しいですね。オランダはインテルとやってるんで、ですけど、基本的にですね、イギリス本土はあんまりハードウェアやってなくて、ソフトウェアが多くて、ハードウェアはその他のフランスとかその周辺国が多いですね。スウェーデン、IQM、コンタスティック、アルゴリズミックなんで、あとはだから、ブルーフォースとかも入れると、結構北欧系もハードウェア強いですね。このマップめちゃくちゃ面白いですね、よく変えたら。なんでアメリカはハードウェアめちゃくちゃ強い。カナダはソフトウェアめちゃくちゃ強い。イギリスはソフトウェアめちゃくちゃ強い。で、その他、ヨーロッパのスペインから北欧まではハードウェアがめちゃくちゃ強いですね。で、中国アリババ。で、シンガポールホライズンですね。で、オーストラリアシリコンクォンタムとキューコントロール。だからオーストラリアもハードウェアは強いですね。で、日本はキュナシス、ブルーキャット。ついに入っちゃいました。で、これなんかちょっと
言った方がいいんじゃないかって言われたんですけど、僕はちょっと特に何も言わずにですね、眺めただけですけど、無事入りましたね。スペースないから入らないじゃないかって、なんとかほにゃほにゃ書いたって気がするんですけど、まあ皆様のおかげですね。うちの会社を入れた方がいいって指摘してくれた人が2社、2、2、あの、2箇所ほどありまして、おかげさまで多分入らせていただいたと思うんですけど、このキュアンドコーのオランダのキュアンドコーも入ってなかったんで、これはもう本当に妥当ですね。キュアンドコーとかキュナシスとかブルーキャットが入ってるんで、まあ比較的妥当な感じですかね。この世界マップ超面白いですね。これも一目瞭然なんで、こういったの取りまとめたらまあ分かりやすいですよね。これ研究所とか入ってないんで、まだ研究所とか入れたら変わるかもしれないですけど、まあその企業っていうですね、企業、だからワードオブクォンタムのエコシステムってことですね、簡単に言うと。をどう作ってるかっていうところが、まあこれに出てくると。日本弱いです。日本弱い。どうするんですか、ね、まあただ日本でいうとソフトウェアが強いんで、そのまあヨーロッパのイギリスと、まあ、島国はソフトウェアなんですかね、よくわかんないけど、まあ、これ見ると、まあ、CQC ラーコリバーレーン VS 日本だとキュナシスブルーキャットで 勝てるのかな、まあ、勝て頑張れって言われたら頑張るけど、まあ、それ以上にやっぱ面白いのはやっぱソフトウェアよりハードウェアですね。オーストラリアなんかは完全にハードウェアですし、フランスもハードウェア、オーストリアもハードウェア、スペインはまあソフトウェアとハードウェアがバランスよく入ってて、北欧は完全にハードウェアですね。アメリカもほとんどハードウェアで、ソフトウェアはカナダですね。こう見るとめちゃくちゃ量子コンピューター面白い。面白いんで、この地図絶対見てですね、勉強して一個一個会社を覚えてもらえると、まあ、非常に、これで世界の量子コンピュータエコシステム、多分ほとんど網羅してるんで、これ分かりやすいですね。なんで、まあ、国内のガラパゴス企画とかありますけど、まあ、世界の量子コンピューター業界、まあ、顔ぶれあんま変わらないような感じもするんで、5年ぐらい。まあまあ生き残ってるっていうか、これ死んでる会社もいっぱいあるんで 亡くなってる会社もいっぱいありますんで、まあまあまあ妥当な辺かなと思いますね。なんでまあ引き続きですね、日本も、まあここはもう1社ぐらいちょっと入ってもいいんじゃないですかね。イギリスのサイズからしたら日本って結構もうちょっとあってもいい気がするんで、まあイギリスの CQC ラーコリバーネンとか OQC とか、まあ比較的最近は、まあハードウェアもちょっと出始めてるんですよね。なんで、まあ面白いと思う。で、まず量子コンピューターで若い人ですね、多分もう若くないとできないです。もうちょっと 引退したいって 23歳ぐらいの社長の人に任せて、ちょっと厳しいですね。なので、で、とにかく若返り大事ですね。なんで、非常にハードな分野なんで、こう見ると、だから簡単に言うと、なんかこう、サッカーチームみたいなもんで、こうレアル・マドリードとか、こうサッカーですね。サッカーの本場。なんで、本場はアメリカで勝負しなきゃいけないんですけど、各国で、まあ、いろんな会社があるっていう感じなので、まあ、これ、もう僕ちょっとなんか日本もいいんですけど、日本である程度やったらアメリカでこれちょっと勝負したいなって思っちゃいます。なんで、まあ、ちょっと今後考えますけど、っていう感じですかね。まあ、なんで、ちょっとぜひですね、この地図面白いんで、見て、ああ、こういうのがあるんだっていうのをぜひ感じ取って、これ見るだけで、世界のですね、量子コンピュータエコシステムの完成具合がわかるんで、まあ、これわかりやすいと思うんで、ぜひですね、参考にしてみてください。じゃあ、今回は以上です。